カトリック解放、またはカトリック教徒解放は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて、グレートブリテン王国において起こった、ローマカトリック教徒にかけられた多くの制約を減らし、取り除こうとする運動である。当時カトリック教徒にかけられていた制約は、礼拝統一法、審査法、宗教刑罰法によるものであった。教皇の世俗、 宗教上の権力や家い説を破棄させようとする要求はカトリック教徒たちにとてつもない負担をかけていた。1776年1月14日、イングランドとアイルランドの王であったジェームズ2世の息子であり、1701年からイングランド、スコットランド、アイルランドの王位戦勝者であったジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートが没した。以来、歴代の教皇たちは、 ハノーバー家をイングランド、スコットランド、アイルランドの合法的な支配者とみなすようになる。ハノーバー家が権力を得てから52年経った後に宗教刑罰法の廃止が始まっていった。その中で最も重要な施策は1829年カトリック教と救済法であり、イギリスのカトリック教徒から現実的な制約を取り除くというものだった。 1763年以来ブリテン人の国となったカナダでは1774年ケベック法によりカトリック教徒の負担がいくらか解消された。このことを受けて13の植民地の議会において議論が巻き起こった。グレートブリテン王国でまたアイルランドでは別個でカトリック教徒法と呼ばれる最初の救済法が1778年可決された。これは 大家のスチュアートの要求と強行の民事司法権を破棄することを条件として、カトリック教徒に所有権、土地の相続、また軍隊への参加を許可するものであった。この法律に対する反応は、1779年のスコットランドにおける暴動、またその後ロンドンで1780年6月2日に起こったゴードン暴動へとつながっていった。1782年、 カトリック学校の設立と司教の存在を許可する法律によって救済がより進んだ。また1792から93年にアイルランド議会で1791年英国カトリック教徒救済法が採択された。その当時選挙の参政権は財産によって決定づけられたので、この救済は年間日本度の賃貸価値のある土地を所有する。 カトリック教徒に票を与えることとなった。彼らはまた自分たちがこれまで除外されてきた放送や大売信大学構成員や下級兵士に下級裁判官などといったミドルクラスの職業へと参入し始めた。1800年、グレートブリテン王国とアイルランド間の連合法が作られ、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が誕生した。またその年、 より広範囲にわたる政治的解放の交付が検討された。しかし連合に対してアイルランドの兄弟になりつつあるプロテスタント勢力を敵に回すことになるという理由からその交付は法律の本文には含まれなかった。被告教徒たちは当時差別に苦しんでいたが、それは英国全体におけるカトリック教徒の少なさを考えると想像に難くない結果であった。 首相であるウィリアム・ピットは法律に伴って解放を行うと約束していた。しかし、その段階に向けたさらなる処置は全く行われなかった。理由の一つとして、そのことによって体幹制約に違反することになると国王ジョージ三世が考えたことが挙げられる。国王が反対姿勢をとっているということがわかると、ピットは辞職し、彼の公約は果たされなかった。 その後、カトリック教徒解放は、重要な政治的問題というよりはむしろ論争の的となっていった。英国の兵士として務めるアイルランドのカトリック教徒が増えたことは、1811年に軍隊がカトリック教徒の兵士たちに自由な信仰を与えることにつながった。ナポレオン戦争における彼らの活躍は、ウェリントン公爵が行った解放への援助の一助と、 なっていたのかもしれない。1929年に発行されたアイルランドの最初の記念日て1829年カトリック教徒救済法をダニエル・オコンネルの肖像を載せて記念している。1823年、ダニエル・オコンネルはカトリック教会を設立することによってカトリック教徒解放に向けて運動を開始した。1828年、彼は イギリスの庶民院の議席を得ることは不可能だったにもかかわらず、アイルランドのクレア県の選挙に出馬し、見事当選してみせた。彼はこの異行を1829年にも繰り返した。オコンネルの巧妙な手段も重要だったが、決定的な転機は、イギリスの世論がカトリック教徒解放に賛成する方向に傾いたことであった。政治家たちは、 世論がいかに大切かということを理解していたのである。彼らは貴族院の保育党やクレンビル教の弟子たちが法案に対して強力な援助をしたことに強い影響を受けた。20年間にわたって新聞や選挙で述べられていくうちに世論の力はどんどん強くなっていった。そうしてついに最初は庶民院で続いて 貴族院において宗教的な偏見と王権との不和に打ち勝ったのである。1807年よりも後に当選した議員たちは、一人の例外を除いて全員カトリック教徒解放に対する支持を表明した。しかし、世論が解放の方向へ向かっていたにもかかわらず、貴族院での投票は一貫して振るわない結果となっていた。これは一つに、王自身が反対していたことによる。 その中で、1828年から1829年の間に、突然貴族院での意見の均衡は、世論の方向へ変化した。彼らが特に恐れたのは、イングランド国内における宗教戦争の勃発であった。1828年、サクラメント審査法によって、特定の公務員は、国教会の一員でなければならないとする障壁が、取り除かれることとなった。 ウィリアム・ハムによる風刺が憲法を変更しカトリック教徒解放の法律を通したウェリントンとピールを批判している。絵の下敷きになっているのは解剖学の教授に自分たちで殺した遺体を売って金を稼いでいた二人組の事件エディンバラで実際にあった犯罪バークとヘア連続殺人事件をもとにしている。軍服姿のウェリントンともう片方のピールは 殺人犯の二人組、口を塞がれている女性は、憲法、ドアの陰で遺体を待ち受ける教授が、カトリックの司祭という構図になっている。最終的に、ウェリントン公爵とロバート・ピール教は立場を変えることになり、1829年ローマ・カトリック教と救済法を可決した。この法律は、グレート・ブリテン及びアイルランド連合王国において、 残存していた多くのカトリック教徒に対する実質的な制約を取り除くものであった。しかしながら同時に選挙投票の資格を得るのに必要な最低限の資産が増加し、賃貸価値として年間40シリングから10ポンドへと値上がりした。当時は投票する資格を持つ人々の数は減少することとなったが、その後1832年の選挙制度改革法に、 続いて、必要最低限となる財産は再び下げられていった。カトリック教徒救済法における大多数の受益者は、中流階級のカトリック教徒であり、彼らは高級公務員や司法といった職業に就くことができるようになった。そのため、1829年は、グレートブリテン王国とアイルランドにおけるカトリック教徒解放の最も重要な時期として、一般に、 認知されている。しかし、10分の一税をアイルランド国教会に支払う義務は残っており、1830年代の10分の一税戦争を引き起こすこととなった。また多くの細かな制約も残っていたため、一連のさらなる改革が後に導入された。1701年多い継承法と1689年権利の焦点は、未だにカトリック教徒に対して、 差別を行っていた絶対君主制を禁止するという条項を含んでいた。権利の焦点は新たな君主に対しプロテスタント信仰を維持するという体幹式先生を誓わせ、また以下のように明記している。カトリックの君主がプロテスタントの王国を統治したならば、王国の安全面、幸福面において矛盾が生まれることは経験からわかっていることである。 1701年を追い継承法はさらに継承権者をハノーガー家のゾフィーの血筋に限定し以下のことを行ってはならないと定めた。その内容はカトリックを信仰すること、カトリック教徒と結婚すること、教皇庁あるいはローマ教会と和解したり生体配慮に預かることであった。そのため法律によってカトリック教徒である継承者が王位を相続するために 自分の宗教上の中性を変えるかどうか選択できるようになった。ローマ教皇が1766年1月にハノーバー県を王家とみなすようになって、以来、王の直系の近親である継承権保持者でいながら、カトリック教徒である者は誰もおらず、それによって法律に禁止される者も,もいなかった。カトリック教徒の後継ぎとなる可能性がある者と、当園であった多くの人々は、 イギリス王位の後継者の序列に組み込まれている。アイルランドの1771年から1829年における自由主義改革は非常に簡満なものであり、後に真空をもたらすこととなった。その真空は最近までアイルランドのナショナリズムを根底から支えていた。オコンネルは1829年における初期の異行から間もなく、 1830年代から1840年代に及ぶことになる英国アイルランド合併撤回運動を開始した。その運動は1800年連合法の廃止を願ったものであったが、その願いが通ることはなかった。1790年から1801年のフランスでのヒキリスト教家、1870年代のドイツでのアンチカトリック文化闘争、 ユダヤ人解放の進展など、これらの出来事は、ヨーロッパ全体で宗教の容認に対する興味深い類似現象が起きたことを表している。一方で、アイルランドのプロテスタントたちの意見は、将来の政治において、カトリック教徒が与える影響の可能性に大きく揺るがされることとなった。このことは、 地方自治はローマの統治のもとにあると主張するオレンジ島による同じく長期間続いていく抵抗運動をもたらす結果となった。強行量においても同様に自由権がもたらされるのには時間がかかった。また、モルターラ事件などの広く報道された事例は1860年代のアメリカとイギリスにおける自由主義者たちの関心の的であった。ケベックにおいては カトリック教徒は自分の信仰を非難する就任先生なしで植民地の立法府に務めることができるなどかなり大きな宗教上の自由を持っていた。一方でイギリスの英領カナダの立法業務にカトリック教徒が携わることは1823年まで禁止されていたか制約がかけられていた。1823年はノバスコシア州の立法議会に ローレンス・カバナが選出された都市であった。彼はケープ・ブレトン等の初の代表として、またカナダの立法府に勤める初の英語を話すカトリック教徒として選出されることとなった。ニューファンドランドでのカトリック教徒の解放はアイルランドよりも進展が遅く、この問題は立法府の多方面にわたる争いに重大な影響を与えた。ニューファンドランドには おおよそ最初の入植の時からかなりのカトリック教徒が住んでいたが、この理由は大部分がジョージ・カルバートによるものである。彼は最初のボルティモア男爵でニューファンドランドのアバロン半島に位置するアバロン州の創立所有者である。1625年にカトリック教に改修してからカルバートはアバロンに移住し、当時迫害を受けていた信仰を共にする者たちの避難所を その植民地に作ろうとした。しかしながら、最終的にニューファンドランドもメリーランド州にあるカルバートの他の植民地のように、彼らでは制御ができなくなってしまった。そうして、そこに住んでいたカトリック教徒たちも、イギリス統治下に置かれた他の場所と、本質的に変わらない宗教的制約を受けることになった。1770年から1800年において、 ニューファンドランドの知事は、カトリック教徒にかけられている制約を緩めようとし、フランスやアイルランドの宗教施設を設立することを許可した。1786年、ウィリアム・ヘンリー王子は、セント・ジョンズを訪れ、ここには一人のプロテスタントに対して10人のカトリック教徒がいると記した。また、王子は、この相当な多数派に対して、 早期の法令緩和に逆らう方向に働きかけた。ダニエル・コンネル1829年5月、カトリック教徒解放の知らせがニューファンドランドに届くと、5月21日を記念日とする宣言がなされた。セント・ジョンズではパレードと大規模な感謝祭が礼拝堂で開かれ、アイルランド事前協会やカトリックの職交協会が参加した。港の大型船は旗を掲げ、 礼法を打ち上げた。多くの人々は、もうカトリック教徒が公職に就くことを邪魔されることはなく、そしてプロテスタントたちと同等に過ごすことができると信じていた。しかし1829年12月17日、司法長官と最高裁判官は、カトリック教徒救済法はニューファンドランドに適用されないと判決を下した。その理由は植民地であり、 グレートブリテン及びアイルランド連合王国の一部ではないニューファンドランドでそれまで適用されたこともなかった救済法によってすべての法律が破棄されてしまうためということであった。知事たちの権限は国王の体験によって認められイギリス議会の法律制定法によるものではなかった。そのためニューファンドランドでは残っていたカトリック教徒に対する現地の差別規制を そののままにしておくほかなかなったのである1829年12月28日、セント・ジョンズにあるカトリック礼拝堂はカトリック教徒解放に向けた会議でごった返した。ニューファンドランドにおけるカトリック教徒のブリテンの親民としての全権利を求める請願はオコンネルからイギリス議会へ送られた。イギリス政府がカトリック教徒解放を認めなかったことで、 ニューファンドランドの改革者たちによる植民地立法府に対する接続ような要求が繰り返されることとなった。これは以前のどんな事件や規制よりも多く続いた。ロンドンでは急を要した対応は全く取られなかったが、ニューファンドランドの問題はその時にはもうイギリス植民省の目前に迫っていた。1832年の5月になって初めて イギリスの植民地長官は新たな権限が国蘭知事に付与されニューファンドランドのカトリック教徒に対するあらゆる不利益を取り除くことを正式に発表した組織。ありがとうございます。